世界カーリング選手権は、世界カーリング連盟が主催するカーリングの世界、選手権大会である。男子は1959年から、女子は1979年から毎年3月下旬に行われている。当初男女同会場で行われていたが、2004から05、シーズンからは商業化の狙いから、男女別会場で行われている。 同時に参加資格の得られる国は10から12になった。2017から18シーズンからは13に増えている。最多優勝国は男女ともカナダで、男子が36回、女子が17回の優勝を誇る。出場国の基本枠は地域により定められ、2018年はパシフィックアジアの出場枠が一つ増え、パシフィックアジア、3アメリカ、2ヨーロッパ、8である。 2019年からは13カ国の出場は変わらないが、パシフィックアジアの出場枠が2に戻り、新たに世界最終予選の出場枠が2枠設けられる。一方、前回大会で最下位となった国の属する地域の出場枠が一つ減らされる。なお、開催国は自動的に出場権を得られるが、開催国枠は地域の基本枠の中に含まれているため、 その分開催国の属する地域の出場枠が一つ減ることになる。パシフィックアジア枠はパシフィックアジアカーリング選手権上位の成績を収めた国が出場できる。ヨーロッパ枠はヨーロッパカーリング選手権により決定する。アメリカ地域は開催国、または前年の世界選手権で最上位になった国が、 自動的に出場権が得られ、残りの1カ国の出場権をかけた試合を行い、決定し、複数の国が名乗りを上げない場合は、自動的にその国に出場権が渡ることになっているが、ほとんどアメリカとカナダが出場している。なお、イギリスとアイルランドについては、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドカーリング協会と、地域別に分かれて代表を送っている。 地域については、世界カーリング連盟の項目を参照。試合形式は、男女共通。予選1から2位同士と、予選3から4位同士のプレイオフ。の敗者との勝者による、準決勝。勝者は、決勝戦進出。敗者は3位決定戦進出。準決勝の敗者との敗者による3位決定戦。3位と4位が決定。 の勝者と準決勝勝者による決勝。1位と2位が決定。なお、2007年までは3位決定戦は行われず、の敗者が4位、準決勝の敗者が3位となっていた。世界選手権は、冬季オリンピックの国別出場枠を決定する大会でもある。バンクーバー五輪までは、開催年の翌年から1年前までの3大会において、 順位に応じ各国にポイントが与えられ、開催国と開催国を除く上位9カ国が五輪の出場権を獲得していた。スコットランド、イングランド、ウェールズについては3地域で別々に集計して最も高いポイントを得、かつ上位9カ国に入った地域がイギリス代表として出場していたが、そチち五輪以降はスコットランド代表のみの五輪ポイントによって、 イギリス代表としての五輪ポイントとすることになっている。2014年のソチオリンピックからレギュレーションが変更となり直近2年の開催国を含む世界選手権の上位8カ国と直近3年の世界選手権の出場国で権利を得ていない国で最終予選を行い上位2カ国が出場できることになっている。2018年のピョンチャンオリンピックからは2014年 以降の世界選手権に出場した国と、世界選手権の出場がなくても、パシフィックアジアカーリング選手権で3位となった国も、最終予選に出場できることになった。ピョンチャン五輪の五輪ポイント、ソチ五輪の五輪ポイント、バンクーバー五輪の五輪ポイント歴代出場国政席歴代出場、国政席2021年、大会終了時点における各国のメダル獲得数。 ありがとうございます。